久保さんちょっとね、面白い名言というかね、見つけましたよ。これ、見つけました。<laughs> アントニオ猪木さんですこれ。アントニオ猪木さん、こんなこと言ってたんだっていうね、いきますよこれ。びっくり、ちょっとびっくりしたんですけど、迷わず行けよと言っても、俺にも迷うときもあると。<laughs> これ、ちょっと意味深ですよね。え、イノキさん、そんなこと言ってたんだみたいな。迷わず行けよと言っても、俺にも迷うときあると。 俺も人間だとう <laughs> うーん。まあこれは興味深い言葉かなと思うんですよね。でもあの猪木さんの場合は迷う時もあるけれども結局行ったってことだ,だからこれもまた結局リピートなんですよね。迷わず行けよと言っても俺に迷う時もある。でこの言葉の続きをやるんだったら俺にも迷う時もあるけれどもそれでも行くよとやってきたよっていうとこだと思うんですよ。うん た多分その、迷わず行けば分かるさなんちゃらっていうところの、あの、まあ、そうは言っても猪木さんと、猪木さんはすごいじゃないですか、みたいな、一般的な大衆の声に対してかぶせた,かぶせたんでしょうね、どっかで。俺も迷うときあるよと、こんなこと偉そうに言ってるけど、みたいな。だけどやってきた、みたいな。でも本当に迷、迷ったけど、やってきたからこそ、この言葉を言えてるんだ、みたいな話ですよね。 迷わず行けよって何で僕が言ってるのかそれは俺も迷ってきたしいろいろまあ挫折も経験してきたそれでも前に進んできた結果今があるとだから結果的に迷わず行った方があもっと早く行けるよみたいな話ですよいってらっしゃい